西田に抜かれました。東京国際大学の4年生山瀬大成が西田を抜き返しました。なんと東京国際大学往路最高順位現在3位です。東京国際大学、大学史上最高の3位で往路フィニッシュ。そしてその後ろ東海大学、今4位でフィニッシュしました。東海大学がトップ、青山学院大学とは3分22秒の差。東京国際大学、夏彦のおかげ、山瀬のおかげ、最高やぜ。お前どこで抜いたんですか。いやもう下り監督が行けって言ったから頭取れるぐらい思いっきりダッシュした。やばい。復路の選手は緊張せずにしっかり自分の走りをしてシート権、もう余裕を持って3位以内とかは全然いいので、もうシード権を取るつもりで頑張ってほしいです。